京でいらっしゃいます矢田義秀様をお招きしております。それでは矢田様、ご挨拶をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。いやー、本当にすごいですね。江戸御城祭り、オープニングがね、こうして盛大に開催されました。大変嬉しく思うわけでありますけれども、徳川家康公が江戸幕府、慶長8年1603年、に作った時から、この地域と神田はね、もう日本、東京日本のもう中心でやったわけでありますね。そして今こうやってどん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 発展しているわけでありますから、さぞ徳川家康公もね、またここに住まれた、この江戸御城に住まれた方々もこんなに発展するとはと驚いているんではないか、そういうふうに思いますね。本当に素晴らしい発展ぶりであります。またクラシックカーとかね、素晴らしい自動車が並んでおりますけれども、当時はね、鴨川牛舎くらいでありましょうからね、本当にこの人間の位置、努力でね、こうしてどん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 発展しているということで、大変心強いわけであります。いよいよ IOC の皆様方もお見えになったということであります。中国の春に選手村44ヘクタールのところで選手村ができるわけでありますけれども、オリンピック招致となるとね、あそこにこの3月の4日ですね、に IOC の皆様方が来るということで、私も行って3時からさまざまなプレゼンテーションをしようと、こういうことであります。なんとかこのオリンピック2020年のね、オリンピック・パラリンピックをこの東京に招致したい、そういう思いでいっぱいであります。まあ、オリンピック関係の皆様方もどんどんこちらに来てね、視察されるんでありましょうから、大いにこのおもてなしですね、心のこもったおもてなし、これが非常に重要であろう。そして安全安心なんだと、東京はね、そういうことをしっかりと認識していただいて、9月7日が決定でありますから、是が非でもこれ招致を実現したいですね。そして今日本を追っているこの閉塞感をね、バッと一気に打ち破る、そうした起爆剤にしたいものだと思います。それがこの御城祭りで、この徳川家康も王様の方もね、違いないでしょうけれども、またこの東京にそういった都を作った方々への驚くへのご恩返しではないか、そういうふうに思うわけであります。この地域がますますご発展されますように、ご来会皆様方のご健勝ご多幸ご活躍ご記念申し上げまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。続きましては、東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会より副理事長でいらっしゃいます東京都副都知事秋山敏之様よりご挨拶をいただきたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました東京都の秋山です。肩書きもう一つ今ご紹介いただきました2010年オリンピック・パラリンピック招致委員会の副理事長を務めております。先ほどからお話しございました通りですね、今日 IOC のですね、調査団が17名、来日をいたしました。私もホテルでですね、お出迎えをさせていただきまして、いよいよ横浜に来たなと思っております。実は2020年のオリンピック・パラリンピックですね、もうすでに第一次予選終わっておりまして、東京、マドリッド、イスタンブール、この3つの都市で最終決戦となっておりまして、今回の IOC の調査団はですね、東京を見聞して、通信簿をつけて報告をすると、これ重要な役割を担った方々がいらっしゃったわけです。くしくもですね、この江戸胡蝶祭り、この間開かれますが、IOC の委員も今日からですね、8日まで、ちょうど東京にいてチェックをすると、そういう時期に当たりました。実はですね、
東京都ではもちろん商店街の皆様方、地域の商業拠点というだけではなくてですね、歴史文化の伝承、安心安全の祭り組みなどですね、まあ、地域社会、コミュニティの確保をなしていると極めて重要な方々ということでですね、これまでも大変な支援をさせていただきまして、まあ、今日五輪杉野の内田先生をはじめ都議会議員の皆様方のご支援を得ながらですね、来年度はいよいよ48億円の予算まで確保してご支援をさせていただいておりますが、私今日こそですねご支援させていただいてよかったなと思ってはございません。まさに IOC の委員の来日とこの祭りがぶつかるということでございます。実はですね、どこのホテルに泊まっているか私知ってるんですけど言っちゃいけないんです。セキュリティの問題に言えないことになってまして、ここでポロッと言っちゃうとですねマイナス1点ということになりますので言えませんが、ここで皆さんが大きな声を出していただければもしかしたら届くくらいの距離いるんじゃないかと思っております。どうかですね、祭りとともに、2020年のオリンピックパラリンピックの招致を小裸に盛り上げていただきたいと思っております。復活された江戸胡蝶祭り、ますますのご発展お祈りしてご挨拶させていただきます。本日はおめでとうございます。